ですね、この3日間シール投票やってきました、場所は大井町、おととい大井町、昨日多摩センター、今日は上野でやってきました。シール投票いいですよ。みんな知らない人が多いんですね。シール投票きっかけにこれどういうことっていうふうに問題意識を持ってる もらうためにすごくいいと思いました。で、やってみた結果、今日は一番賛成が多かったんです。それでも賛成が21、反対が105、わからないが133。今日はわからないっていう人が一番多くて、反対がその次、賛成が一番少なかったっていう結果だったんです。つまりわからない人が多いんですよ。本当にさっき哲さんも言っていましたが、マスコミ何やってんですかって言いたいですね。そんな問題ですよね。これ本当に NHK の報道、毎日新聞は書いてくれましたが、マスコミの皆さん、ここにいらっしゃっていたらちゃんと書いてください。しっかり報道しましょう。安倍さんに、いないかもしれない安倍さんに訴えたいと思います。安倍さん、聞いていますか？聞け、国民の声、市民の声を聞いてください。私たちは